今回のテーマは、内藤国尾九段の、将棋たちはいじらしいね、です。いじらしい騎士の魂のお話です。将棋世界1981年9月号、福本和夫さんの、男の会話を見たより、6月6日の午後、私は、東京12チャンネルにいた、テレビ将棋の録画撮りで、内藤国尾九段の解説に、私が聞き手であった。 一曲目が終わり、ちょっと一息ついて二曲目が始まった。山口秀夫六段と鈴木輝彦五段の対局で、キビキビとしたいい将棋であった。先手の鈴木五段の居飛車に、山口六段は穴熊であった。この時、早指し将棋選手権の対局でした。東京12チャンネルは現在のテレビ東京。この対局が行われた4ヶ月後の1981年10月1日。 テレビ東京に社名変更されています。内藤解説は手の見えることはもちろんだが、エピソードを交えての騎士寸病が実に見事である。山口鈴木戦は山口さんの赤杯であった。対局が終わって関係者は帰っていった。内藤さんと私は近所で軽い食事を取ることにした。二人でテレビ局を出て、左手に曲がって坂道を雑談しながら降りていった。 坂の途中で、二人の足が同時に止まった。この頃のテレビ東京は、東京タワーの至近距離にありました。こちらが、1985年までテレビ東京の本社だったビルで、本社移転後は、スタジオとして使われていました。曲車を出て、左手に曲がったばかりの場所が、この写真の視点ですね。ヤニアヌ歌うスタジオも、ここで収録されていたんですね。先に進みましょう。 左手に小さい広場があり、砂場があって、ベンチが置いてあった。その砂場のレンガの柵の上に、男の人が右腕を枕にして寝ていた。内藤さんと私が足を止めたのは、その人が見たような人であったからだ。距離にして5、6メートル。顔は伏せ気味であったが、山口六段にそっくりであった。近づいてみると、やはり山口六段だった。 寝ていたのではなくて倒れていたのだ。顔が土毛色であった。大丈夫ですか、と声をかけると、山口さんは静かに顔を上げ、ちょっと気分が悪くなりまして、と、細い声で辛そうに話していた。起き上がるだけの気力もなさそうであった。とりあえず、山口さんを、そばのベンチに移して、テレビ局に車を手配した。この当時、 テレビ局が出演者の帰りの車を用意することがありました。この日、山口秀夫六段当時は用意されていた車を断って帰って行ったということでした。タクシーチケットを受け取るのを遠慮したのだと思います。車の手配に関しては本来の状態に戻ったということですね。その車を待っている時、山口さんは静かに体を起こした。 寝てらっしゃいと言うと軽く首を振って内藤さんに向かってさっきの3号府はおかしかったですかと聞いていたそんなことよりとにかく今は寝ていてと私が勧めると山口さんは首を振り内藤さんも私を制した3号府がと重ねて聞く山口さんに内藤さんはそんなことないであそこではいい勝負やった その後の手で銀を逃げといた方が良かった。そうすれば、まだまだ難しい将棋やったと話していた。山口さんは、ああ、あの銀ですね、と言いながら、目を閉じて考え込んでいた。車が来た。ふらつく足取りの山口さんを車に乗せて、自宅へ送ってもらった。内藤さんと私は、蕎麦屋に入った。ビールを一本だけ注文した。普段なら、 お酒を頼むところだが、二人ともお酒を飲む気分ではなかった。コップについたビールをゆっくりと飲みながら内藤さんが、福本さん、将棋差しは、いじらしいね、と、ぽつんとつぶやいた。青い顔、規則延々で、三号府は、と、文字通り、必死の思いで聞いていた山口さんの、悲壮な姿が目に浮かぶ、いじらしいね、 と私も答えていた。心を打ちますね。心が打たれます。福本さんが、そんなことより、とにかく今は寝ていて、と言った時の、首を振った山口六段と、福本さんを制した内藤九段が、鳥肌が立つほどかっこいいです。お話は続きます。かつてある騎士が、騎士は、木片をもてやそんで、一生を終えるのか、と、ため息交じりに漏らしたことがある。 そうかもしれない。しかし、盤上の駒に、自身の命を吹き込む瞬間の騎士の顔は、もてあそぶといった余ったれたものではない。人生への厳しさがある。亡くなった熊谷道人八段が、何回目かの大手術をした後、私は、病室にお見舞いに行った。脳外科の手術で、熊谷さんはいかにも痛々しそうであった。私の顔を見たとき、 熊谷さんはこう言った。福本さん、頭の中で駒が並べられたよ。その時の熊谷さんの、嬉しそうな顔が今も目に浮かぶ。将棋指しとは、一体どんな人種なのだろう。熊谷道人九段は、1977年に、5病気で、46歳の若さで亡くなられています。20代から連盟理事を務め、関西本部の運営にあたられていました。 久級第通算5期。人格者として知られ、多くの記者にも慕われていました。このお話も心を打ちます。将棋を担当して15年ほどになる。将棋界の事情もわかり、プロ棋士もかなり知るようになった、と私は思っていた。それは、大変な間違いであった。私なんかがうかがい知ることのできない。はるかに高い次元に、騎士の世界はあった。 内藤さんと私は、ようやく、一本のビールを飲み終えた。坂道を上がっていきながら、さっき山口さんが倒れていた場所で、また、二人で足を止めた。ベンチがあるのに、そこには行かずに、砂場に倒れてしまった。山口さんは、ベンチも目に入らず、崩れるように体を横たえたのだろう。そんな状態で、内藤さんと私は、 しばらく、その場に立っていた。後日、山口さんに連名で会った。丁寧にお礼を言われて恐縮した。お礼を言いたいのは、私の方であった。騎士が持っている魂というものを、見たような感じがしました。騎士が持っている DNA のようなものなのでしょうね。山口秀夫八段は、2018年に亡くなられています。去年76歳でした。 第一期の新人王戦優勝者であり。また、秀ちゃん流中飛車の創始者でもありました。秀ちゃん流中飛車は、5筋の歩をつかない。正確には、5筋の歩をなかなかつかない中飛車ですね。先手が7筋くらい取りに来れば、5四銀と活用する含み。飛車が別の筋に移動するようなことになった場合、5筋の歩をついていない方が得なことが多いこと。 のの身体が自由であることなどの狙い、特徴があります当時5筋をついている中飛車に対し4五歩からの早仕掛けがありました後手は強く同歩と取り以下3三角なり、同桂2四歩と進みますここで4六角が中飛車側からの切り返し狙いの一手でもありますしかし先手の2三歩なりが攻守で 飛車を取っても、三三とで先手が有利という流れとなります。この変化で、五筋の歩をついていなければ、五四銀と逃げることができて、後手が有利になります。これは、あくまで、当時の定石の中でのことですが、秀ちゃん流中飛車の優秀性が示されている代表例です。秀ちゃん流中飛車は、昭和40年代、 大山康春、1五世名人やマスダ構造実力制第四代名人も、刺した先行ですね。私も、今度刺してみようと思っています。今回は、とても印象的なお話でしたね。私もいじらしいと言われるようになりたいです。あなたは、いじらしさとは、最も縁がないタイプだと思います。このようなことを言われても、じっと耐えて。笑顔でいれば、いじらしくなれるかな。 ダメだこりゃ。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画で、お会いしましょう。よろしければ、チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。